はい、用意スタート。よろしくお願いします。もう気が狂った変態クソ投稿者による龍が如く維新極みの実況パート38始まるよ。視聴者の皆様、ドルチェウッフォだ。どういう意味？知ってるかな。毎度おおきに、ご存知新選組やで。大阪や、あけんかいこら。今からぶっ殺しに行くでお前ら。というわけで、戦国の屋敷に勝ち込みしての近頃大乱闘は始まるよ。とりあえず初手ビームです。屋敷ごと解放感演出できないのは残念ですね。天正本列。ああ、気持ちいい。ああ、最高最高。じゃあ次は何やろうか。やばい、フローズ。ぐちぐちに吸い付いちゃってる。キャッシュ取ってるか。おい、待ってください、まだ生きているんです。次行こうぜ。待て、待つんだ、ジラル星人め。今度という今度は許さないぞ。何やら面白いことになってますね。行くよ行くよ行くよ。とりあえずオッタや大使たちも戦っているようで安心です。オッタと二人で勝ち込みデートだなんて、そんな歴史の教科書にも載せられないようなマジ基地行為をするわけないですよね。そんなわけねえだろ。変態クソ投稿者。何してるか分かんねえだろ。勝った、勝ったね。向こう大きいよ。殺すやつにはホビやるで。おお、開いてんじゃん。戦国必死で逃げてますね。しかし寿司屋みたいな格好したやつがビーム撃ってきたり、プラズマや重力操作、あげくにはぬるぬるしたローションをぶちまけたら、誰でも怖くて逃げるかな。ソフト&ウェット、摩擦を奪った。大量の先走りがドロドロ出てきて、カムロ超越。ぬるぬるにしてたやつかな。全然意味わかんねえな。そして、ここから妖魔ちゃんの新武器、ボスのチンバットみたいな存在のちくわ槍です。なお、妖魔ちゃんがしこたま酒を飲む時の、つまみにもなっている可能性もあります。ああ、嘘そうだよ。気が、まさしくのね。さすがにちくわで鎧は壊せないので、剣で敵の鎧を破壊したらちくわ槍の上に。僕はキッチン、相手は死ぬ。どういうことだ。次は何をするんですか。続きだぜ。でもまだ全部出てないからね。続きいくよ。うん、やけに静かさ、嫌な予感がするよ。ヘビーマシンガン。嘘だろお前。大丈夫だって、安心しろよ。ザワールド、時を止まれ。肩をつける。時は動き出す。待てよこら、待てこら、さっさと殺そうぜ。日がけちまうよ。追っ手がいっぱい来ましたね。ビームはまだ撃てないので、こいつで遊んでやるぜ。しかし妖魔ちゃんだったらガトリング砲ぐらい持ち運んでコマンドを置くできる？できない。死んでいく様を見るのが望みだったんで。物か、バレか、物か、バレか、物か、バレか。どうだよ。この先輩、こいつ弾とか舐め出しましたよ。すいません、宅急便です。断念せ。3人はどういう集まりなんだっけ。エスプレッソとスパゲティと炭酸飲料で。俺にもちょっと回してくださいよ。これですか。まだまだ終わりじゃないんです。おすじる、精子まみれで。殺すんだよ。お前が戦国虎の城だな。待ってくれ、切らんでくれや。ダメだね。丸腰の相手を切りはしねえ。だが、豚書まで来てもらう。クソまみれになろうぜ。観念してくれや。いらん小芝居はもうええで、戦国藩。起きたなとかさんと一緒。なんや、遅いやないか。
起きた。え？なんだと？何の話だ？どういうことだ？さーて、どういうことやと思う？とぼけちゃって。黙ってね、うんとかすんとか言えよ。うん。戦国藩はな、今回の作戦の協力者やったっちゅうわけ。なんだって？なんだと？そういうこっちゃ。わしはあんたらが今晩乗り込んでくるっちゅうこと知らされとったんや。せやから金の葉の連中かき集めて散々プラ酒飲ましといたんやで。おかげでだいぶ楽に切れてやろ。感謝しいや。ありがとうございます。花っからそういうからくりだったってわけか。起きた、なぜ俺に黙ってた？さあな。何やなその態度。新選組の皆さんはお仲間同士信用せんざかい。ほれ、例の芹沢鴨もそや。頼むから、こっちで。まずいですよ。身内に粛清されたんやったやろ。噂じゃ気に入らん店に火つけるわ、町中で大砲ぶっ放すわ。えらい無茶する人やったらしいけどな。何の話だ。戦国藩、町の噂当てならんで。それもせや、沖田藩が美少年や言うて騒いとったくらいやからな。ああ、そしたらわしが美少年ちゃうやんか。なんや、冗談やて。それより沖田藩、約束の件、幕府への口利き忘れんとたらまぜ。お願いします。てめえはそんなもんのために金の獅子たちをはめたのか。はめられたぜ。ちょっとちゃうな、惜しいな。わしがはめたのは獅子たちだけ取っちゃうで。あんたもや、斎藤はじめはん。チンポが突っ込まれ。何？ふわー。なあ起きたはん、そろそろわしにも教えてくれてもええやろ。なんでわしはこいつをここまでおびき出さなあかんかったんや。どうしてですか。ベラベラようしゃべるやつやな、ほんま。お、起きたはん。おや、どうしたんだろう。はあ、起きた。ええ加減だ。うわっ。なんでや。起きた。お前、お前のんけかよ。聞いたことないか、カモを語るべからず。え？新選組の暗黙の掟や。せやからつい切ってもうた。しょうがねえな。サイゼリアに。すいませんか。さーて、戦国藩の最後の質問、その答えはじめちゃんには教えたろうが、なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。戦国が俺をおびき出した理由。お前のことが好きだったんだ。お前ホモか。それはこういうことや。どういうことだ。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。ネットで調べさせてもらったよ。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男を追って今日まで来たんやろ。え、何の話だ。なんであんたがそれを。わしがその AV 男優の覆面の男やからや。嘘つかんでいいよ。チャージバンケ。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋60歳。あいつを切った感触今でも覚えてるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。すいません、宅急便です。お荷物をお届けに上がりました。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。死ぬ寸前までチンポバトルしようぜ。さあ、1年前からどんくらい強くなったか見せてくれや、はじめちゃん。いや、龍馬ちゃんや。
行きますよ、行きますよ、行く行く。というわけで、オッタとのバトル、始まるよ。しかし、例年の男ってオッタだったんですね。投稿者はてっきり井上さんだと思ってましたが、またしても違ってしまったようです。どうしようかな。この仕返しはきっとしてやるからな。徳川様、逃げてはダメですよ。いや、来いよ。わし頭いきますよ。頭えぐれて死んだんじゃないの。うん、百裂拳。おら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 おどめだ。おらやりますね。じゃあ次は何やろうか。ダオスプルド。どこに聞いた。ほら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 。トヨ、どうしたんだろう。頭チンチン。腕の骨が折れた。医療費の方はデカマラ保険で対応させていただきますので。視聴者の皆様、俺誰だろう。お前さ、ヒゲクマ様の一言もないのかい。死んだんじゃないの。待ってください、まだ生きているんです。何時間も体にクソをまみれさせて。さっさと殺そうぜ。やめなされやめなされ、むごい殺生はやめなされ。将来客。頭えぐれてるのかと思った。さすが新選組最強のオッタ。散々いろいろな攻撃食らっているのに立ち上がってきます。こうなれば大勢の人物が餌食となった。このバイオ兵器を味わってもらいましょう。なんてひどいこと。酸っぱい匂いな、すごいわ。つってでもやっているのでしかね。広がるプラズマ、ルーフのマーク。なぜ言っている。大丈夫だ、大丈夫だ。大丈夫だ、危ない。誰も助けに来ないんだぞ。お前、ここまでやっても倒れないオッタ。本当にこの人って病気で死ぬんですかね。そんなことを考えてたらトラが現れました。オッタの兄さんとのじゃれ合いで、ほっ、あかん、これじゃ起きたなとかさんっていう人。死んだんじゃないの。生きてる証拠だよ、ほっとけ。いや何やら面白いことになってます。外正面殺してんじゃねえかよ。あ、くさ。殺すな、さっさと殺せ。息が荒れてる。どっちか、心臓悪いのか。逆だ、逆。これじゃ入れないって。死んだんじゃないの。待ってください、まだ生きているんです。強なったの、はじめちゃん。もう何年ぐらいトレーニングをやってます。そうです、5年ぐらい。とどめさせ。他の人は、はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。早くこいつ、もう終わりがいいや。終わりかどうかは私が決めること。まっちゃん、そんなさ、殺そうだとはじゃねえんだよ。夫婦でここ何時間も体にクソをまみれさせて。さっさと殺そうぜ。なんで引っ込めるんや。え、あんたじゃない、おやっさんを殺したやつ。犯人は50代半ばの殺すんかと思ってました。どういうことだ。おやっさんを殺したのは多分だけど、サム君、あんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんやんか。ああ、奴の剣が純粋な天然理心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小立ち術を取り入れたものだ。クソをまめさせて。最強じゃん。そうじゃねえか。黙ってね、うんとかすんとか言えよ。うん。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。
36、普通だな。だが起きた。なんで自分が覆面の男だなんて嘘。本当はどうなの？そりゃ本物のお前と戦うためや。どうやった？久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は？とても興奮した。進歩が勃起してしまう。本間の名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。野獣先輩の本当の名前はって知ってるかよ。坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。ぷー。せやからはじめちゃんはわしと似た者同士なんや。え？何？似た者同士？ほぼなんだろ。なんでもあらへん。話せっか。せやけどええもんやってやろ。坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。とぼけちゃって感謝しや。ありがとうございます。だが汚れ好きのあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ？ネットで会った。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思うてな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで。はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。視聴者の皆さん、ネットで言うんじゃねえ。必ず守れよ。どないした？あれだな。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。ただのジャニーズ系ですな。なら一体誰が？生サポ掲示板で調べてみよう。どういう意味？残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。3人はどういう集まりなんだっけ？ここはおなじみエジプトらしいよ。嘘だろお前。嘘に決まってんじゃん。はじめさん。なんで息遣いが荒いの？お前名前は？お龍。なんでこんなところに？これはじめさんにって、長岡さんから。いやだ、何の話だよ。何なんだよ。お前のこと好きだってさ。手紙？メールくれや。なんだと？訳を話してごらんよ。黙ってないこともないんですけどね。はじめちゃん？バカだ。はじめさん？兄弟が死んだだと？おい！